あのいいっすよあのハワード・ヒューズすごい変人であとあついでに本出したからもう一つね34日前にさ大阪に行って紀ノ国屋っていう梅田にある書店であの自分の本の宣伝用の吹き込みやってきたんだで、えー、その時にねあの書店にある本をちょっと あの面白そうだから買っちゃったんだけどその問題経済学で解決できますこれ面白いね行動経済学ののの本っていううは割ととあるんだだけども多分決定一つだと思うあのこの中でね、まあ、ネタとして書いてるのは例えば子どもの成績を上げるにはどういうふうにするのかって言ったらあのいわゆるインセンティブご褒美を上げる利益で誘導するっていうのが正しいんだけども実は子どもの成績を上げるにはご褒美を上げるタイミングというのがあってご褒美を先に上げた方がいいとかね あとねワインをたくさん売るには値段を倍にするとかねあと保育園のお迎え制度をなんかこう改良するには罰金制度は使わない方がいいよっていう実験,行動心理学あ実験行動経済学っていうのをやってるんだよね。っていうのは行動経済学というか経済学的に人間の行動を考えるというのはこれまでは すでに起こった出来事の中から因果関係をつかんでそれをんだろうあの理論化するというようなことをやってたんだけどもこの作者たちが始めたのが実験なんだよでこういうふうな実験をしたら、えー、っと相関関係でなく因果関係があるんじゃないのかという実例がねいっぱい載っててでねこの最初の方に書いてあるんだけども相関関係と因果関係の差っていうのは面白かったよ。 えっとね、あれ、因果ってどういう字書くんだっけ、書 <laughs> ける書ける。<laughs> <laughs> ありがとう。<laughs> ありがとう、みんな。<laughs> 俺はバカだからみんなに助けてもらってるよ。<laughs> 相関関係と因果関係の差ね。因果関係っていうのは、えー、明らかに二つの事象が関連していて、 A が大きくなれば B が大きくなるというように一つの現象がもう一つの原因になっているものを因果関係というこの下の相関関係というのは確かに関係があるんだけども A と B との間に直接的な何だろう原因と結果みたいなものはないというのが、ね、この本の中で説明されている、まあまあ、あの相関関係と因果関係の一番大きなものはえと、ね 感じかけないからな。これがね、相関関係であって因果関係でない典型的なもんなんだ、えー。アイスクリームが売れれば売れるほど溺死者が増える、えー。溺れ死ぬ人はアイスクリームが売れれば売れるほど作れる。これ本当なんだよ。あのアメリカでちゃんと統計を取ってみたらアイスクリームが売れれば売れるほど 溺れ死ぬ人が増えるんだ。これは簡単でそうそうコメントで書いてるところがある人のとおり、えー、アイスクリームが売れるってことは暑いってことなんで夏になったってことなんだで、そういうふうになればなるほど海で溺れる人は増えるに決まってるんだつまりこの2つは相関関係であって因果関係ではないんだよ。でこんなのは俺らでも騙されないじゃん。でも、も世の中ににはは騙される人もたまにはいて。 ああのアイスクリームが売れれば売れるほどあ溺れる人が増えるんですだからアイスクリームを売るのはやめましょうって言ったらその通りだってアイスクリームは危険だって言っちゃう人がいるんだよでテレビの情報バラエティーとかでやってるやつでもうこういうのってざらにあって俺あのだい,たいなんだろうなダイエット番組とかで、まあ、こんなを今の俺がダイエットうんぬするのもなんだけどさ <laughs> いわゆるこの順番で食べればとかこれを食べてればって痩せるとかあとなんだろうこれを食べれば太りにくいとか痩せやすいとか。 もうほぼ99%まで相関関係であって因果関係じゃないんだよそれの典型例であったのがよいしょ本の中であったのがねもう一回相関関係と因果関係の典型例やるね。 これは僕らもね、ついつい間違っちゃうんだけどアメリカの有名な広告代理店で実際にあった議論だそうです。えー、広告費をかかけければるるほど売上が上ががこれはあ,のあるデパートの、えー、マーケティング担当が言ったやつなんだけどちゃんとね、こういうふうなグラフを本当に数字はき出したんだ我が社ではちゃんとそのデパートでは広告費をかければかけるほど売上が上がるとだから広告費をもっとかけなければいけないという話になったんだ。 でもそれはんでかっていうと実はそのデパートは広告を出す以前から10月11月にものすごい売り上げが上がるんだ。というのはそのデパートで売ってるものは普通の生活雑貨とかではなくてプレゼント用品がすごく多かったんだよな。で結果、クリスマスマにめちゃくちゃゃく売り上げがある。ところがアメリカのクリスマスっていうのは半年ぐらい前からみんな買いだめが始まるんだよ。 あの人気商品とか4ヶ月5ヶ月ぐらい前でないと買えないからでそれを買っといて相手に送るということをやるんだよななのでそのデパートでは10月11月にものすごい数のものが売れるな数のものが売れるから広告を出して今年のクリスマスはこれを送りましょうあれを送りましょうとかクリスマスにもう考えてますかという広告出向量が後追いで多くなった。 結果的にデータだけ見たらそれもちろんその時からデパートに在籍した人はそのことが頭にあるだろうけどさデパート何十年も経営しててもう分かんなくなって自分たち経営陣とかマーケティング担当が広告をいっぱいに出したら売上が上がるんだっていうふうに因果関係というふうに捉えてしまったんだでもこれは全く違って相関関係でしかなかったっていうのが。 あってこれも面白いよね。もちろん世の中には広告を出せば出すほど売れるものもあるんだろうけどもそれはもう本当にケースバイケースでそれが相関関係なのか因果関係なのかっていうのはよくよく調べないと分かんないというですね、まあ、ちょいとあの、えー「行動経済学の宣伝」みたいなやだったけどそういうふうなもので面白かったです。えー、さっきもううう一回タイトル教えてというふうに。 その問題、経済学でで解決できますよね。まあ、こんなのばっかりやったらあの俺ひょっとしたらアマゾンでめちゃくちゃ売り上げ上がる番組作れるんじゃねえかと思うんだけども。<laughs>